よいよラーメン丼ができました。はい、いかがでしょう。1年チャレンジやっててよかったなと思う瞬間ですね。これ仕上がりが素晴らしい。だから今の自分にね、ちょっと関わっている言葉を全部書いてるやつがこんなにくっきり出るとは思いませんでした。これ凝縮されてます、はい、全部書いてある。全部お笑いライブからこのね、バイト芸人とかネタパレ、有田ジェネレーション、千川ビーチ部、下北沢シアターミネルバとかね、で1年っていうふうに書いてますね。やっぱり、ね、1年チャレンジの1年、ね、貴重な1年ですよね、はい、国立健保釜ね、これも出ました。はい、で中のこのね、結構適当に書いた感じですけども、ね、でもこれが非常に味になってましたね。そう、ここまでスープ入ってね、そのようにこう、うん、見える感じが ね、やっぱ先生のやっぱこの形がね、逆にすると本当富士山のような感じになってるから、こんな感じです ね、これはお金になりますよこれはすごい、器的にもこのね、柄的にもザッとした感じがね、やっぱいいんでしょう ね、これにね、てんこ盛りのあのチャーシューと野菜を乗せたいねえ、ね、ちょっと辛そうでしょ、なんか赤入ってる。確かにね、これがね、辛さ増し増しになってますね、これ ね、うん、早く食べたいですね。いやー、この初めてですよ、だから自分が作ったこの器に本当にラーメンを入れて食うなんて、ね、究極の贅沢ですよね。はい、ちょっと食べてみたいと思います。ありがとうございます。ブーンで、その前にちょっと焼き上げるとね、後ろザラザラなの、これ。あ、本当だ。ほら、はい、そうするとね、テーブルが傷だらけになっちゃうんで、はいはいはい、この棒やすりってやつで、はい、ちょっと擦ってから食べましょうよ。まだ仕上がりなかったみたいです。ね、はい、ここ。それだけでいいです。それだけでいいです。2、30回すれば、吹き山のみたいにね、ちっちゃい粒が飛び出してるんで、それが取れちゃうんで。はい。ね、焼いたらこすってくださいね。でも2、30回で結構な数ですよ。簡単に言いましたけど、でこれで触るとあのテーブルに付くところがもうギザギザがなくなるんで。あ、本当だ、スベスベなってる、ね、この辺。はい、OK です。はい、準備 OK。 これでスベスベになるんだね。やればやるほどスベスベなるんですか。そう、やるやるやること。だから昔あの器を売るときに、はい、器屋さんってこの2つ持って、はい、必ずこういうふうにしてから売ってくれたのね。今は自分でやらなくちゃいけないんで。あ、ほんとそう、ザラザラがなくなった。もう大丈夫ですよ。すごい気持ちよ。ここは関係ないね。スベスベになりますよ。あ、なってないですもう一個貸しましょうかこれでもなんかね、気持ちいいな。これ珪石って言って、あの水晶の粉なんですよ、はい、だからものすごい硬いですね、はい、いいですね、これ、はい、ずっとこうやっていたいから、ね、うん、このスベスベ感すごく気持ちいいな。全然違うでしょ。ねえ、えらいもんで。あ、もう全然違う。よし、これで器が本当の意味で完成です。はい、いただきますよ。お楽しみに。ブーン。これは絶対やるんですよ。まぶいと思いますからね。うーわ。次回はこちらです。見てー。いや、これ我が家のね、自家製チャーシューなんです。ラーメン屋、ラーメン屋じゃないですか、これ。